皆さんこれもらっていただけました。次の個展の葉書なんですけど、私はいつも個展の葉書にテーマを決めてまして、アートに興味のない人が葉書を見た時に来やすいようにちょっとメルヘンチックにしてるんですね。ちょっと童話みたいでしょ、絵本みたいで。いつもたまにお叱りを受けるんですけど、このイメージできて、この絵はって言ったら全然違うとか言われるんですけど、それはちょっと ここに来ていただいて、私がゆっくりお客様にアートを触れていただいて、アートに興味を持っていただいて、ワンピースから出てくださいということなので、だからはがきは子供から大人までアートに興味のない人にも分かるようにデザインして作っている。この時のテーマはね、子供 SOS がテーマだったんですけど、愛のとは僕、私の方のカバンじゃないのっていう、こう大人の現代社会の大人がなんか子供のことを私物化してるんじゃないかなっていうことをテーマにした。 展覧会だったので、東北の震災があって、こういうのはちょっとかけなかったんですね。今回はこういうキャンバス作品ではなく、水彩画でお届けしようと思っている展覧会なので、いつも大体音がある50点ぐらい飾るんですけれども、今回50点もあるんですけど、大丈夫でしょうか。大丈夫です。ドローイングは飾らなくていいです。ということで、こういうフェリス越しで。 なんですけど、このフェリス・コシネルというのは、私が、ただいま旧風刺というショッピングチャンネルに出させていただいてるんですけれども、そちらで、そちらのブランドネームを使っておりまして、もし、私大体深夜に出てるんですけど、テレビで私を見かけたら、今日ここで出したのはって思って。ジュエリーのオリジナルブランドの名前がフェリス・コシネル。そうなんです。 自分は一体何なのかっていう、自分ときちんと向き合いたいなっていうのがありまして、その時にちょうどテレビのテレビ局の方が知り合いだったので、私実は神宮川としたいけど、なかなかこう1対1で、私実は心が女の子だったんですっていうのはなかなか言えなかったので、テレビにしてしまうという大胆な試みをしたんです。で、その時今みたいにブログとかフェイスブックとかない時代だったので、私その時お客様にファックス通信として、今こんな作品書いてますよとか、 作家っていうだけで、マイノリティ、一種のマイノリティなんで、職業的マイノリティ。だからあなたは誰ですかと、いやこんな絵描く人ですと、でまあその絵がはっきりしてもすごく有名な絵だったらもうそれで済むんですよ。なるほど。で、そうでない人やったらどういうことか聞かなあかんっていうね。で、今回はだから高校
さんというのを、まあ、すごく知ってもらいたいなと僕は思ってたんで、まあ、まあ十分そのドキュメンタリーとかそんなんで、まあ、ありきざま的な部分は見ていただいたと思いますけど、ただその もっともっと深いところで言うと、そのね、さっきちょっと打ち合わせして、あのLGBT ですか、L はレズ、G はゲイ、B っていうのが、T はトランセクシャル、B はバイセクシャル。そういうことって皆さんご存知ですか？まあレズとかゲイとかバイセクシャルは分かるけど、私トランセクシャル、講演会でもこの話とかするんですけど、うん、理解してくださいとはいつも言わないんですけど、うん、知ってくださいって言うんですよ、うん、アートも同じじゃないですか。やっぱり当事者じゃない、アーティストじゃないと、アーティストの本当のところの大変さとか生みの苦しみとかってなかなか分からないし、例えば会社の社長さんだったらその経営の大変さとか、当事者じゃないと分からないことがありますよね。でも私と出会ったことで、今日そのアートが、ね、きっかけで今日こうやって皆さんいらっしゃってると思うんですけれども、なんかセクシャルマイノリティについてなんかちょっとでも何か感じてくれたり、そういう人は多分何人かいらっしゃるんでね、そういう人の理解にもつながるんでね、はい、まあ、このトランセクシャルというのが一番みんな知らんところだと思う。そうですね。でも皆さんご存知ないかもしれないですけれども、うん、セクシャルマイノリティで毎年自殺している人の数って全然減ってないんですね。私みたいにもう全てを自分でありのままに受け入れて、私はもっと男ですよ、そして絵を描いてますよという感じで世の中にこうやってこう堂々ともうさらけ出して生きている人っていうのは、ごく本当はすごく少なくて、とても勇気のいることで、職業的にも会社で言ってしまったらお仕事がなくなっちゃうとか、そういう方もいるので、なかなかこう公表している人っていうのは実は少ないんですね。だから個展をするとね、すごくそういう悩みを持った人が来て、悩み相談。私はこう幼い頃から女の人を恋愛対象に感じたことが一度もないので、うん、もう常に好きになるのは男の人、あなたじゃないですよ、男の人、たまたま今ここにいる男の人、まあ、そっちかなって思ったんですよ、うん、それよりは、うん、もうあれのままの自分を見て、でその時絵が描けなかったんですよ。自分が女と思い込もうとしたら苦しくて、じゃなくて私は元男の女なんだっていうことをありのまま受け入れた時にパッとすごく楽になったんです。それでもう一回頑張ってみようと、うん、そして今があるみたいな感じだから、今はもうすごいなんていうか、自分に対して違和感もなければ、うん、だから生まれ変わったらやっぱり女がいいわとか、もちろんね、女に生まれることを越したことないですけど、今こうして生きてて、こう絵描きとして自分が満足いくような作品展開もできてるし、だんだんこう未熟だけどだんだんこうなってるので、生まれ変わったらどっちがいいですかって、また私がいいですねってこう言えるんですよ、うんうんうん、ありのままの自分を受け入れて、うんうんうん、だからそういうことってすごく大事だなって、うんうん、こう物を表現する、うん